こんにちは、リコです。今日はですね、2分でできる簡単ヘアアレンジをご紹介していきたいと思います。まず1つ目は、最近私カチューシャが好きなので、カチューシャを使ったヘアアレンジと、あと2つ目は、前に YouTube でやってすごい、その後コメントでたくさんいただいてたお団子のやり方についてご紹介していきたいと思います。両方ともすごく簡単なので皆さんもできると思います。ではやっていきます。ではカチューシャを使ったヘアアレンジからやっていきます。あ、なんかこちらですね。カチューシャこんな感じの柄です。で、紫ですね。これウィゴーさんのカチューシャなんですけど、まずカチューシャは一旦外羽にしていきます。私をストレートアイロンでしようか。あ、もう熱い。外羽にします。できちゃう。これまた黒のトップス着ない、失敗でした。もしかしてですけどね、もしかして失敗だったりしますか。はい、っていう感じでね、外羽にしたんですけど、ちょっと途中で気づいたんですけど、黒のトップスをまた着てしまいまして、すごい同化してるんですけど、一応ねこんな感じで外羽を今しました。で、これにカチューシャをつけていきます。で、ざっと、なんていうの、がっつり持ってくわけじゃないけど、あ、ちょっとだけ耳にかけて、前髪をちょっと薄めにします。ギザギザざっくり取って、カチューシャつけます。よいしょ。取れてない部分をやりますね。外羽にしてるだけですが、はい、こんな感じかな。できました。終わり。ヘアアレンジというアレンジだったのかよくわかんないけど、で、まあ、ポイントとしてはまずこう、ね、髪の毛を普通に外羽に毛先だけ巻いたり、まあ、全然巻くのもいいと思うんですけど、今回私は外羽で毛先だけちょっとこんな感じでやって、でカチューシャ入れる時に前髪も重めで、ここも重いと全部重いんちになりがちだと思うので、少しだけシースルーに、ね、前髪を上げてカチューシャの中に入れ込んでます。それでは次のアレンジに行きます。はい、続いて2個目はですね、前にも YouTube やってたお団子、ゆるっとねお団子をしていきたいなというふうに思うんですけど、用意するものはまずこちら、ウェットブラシと、ちょっとかわいいねヘアピン、こちらラグアジェムさんで購入しました。あとはこちらマットメージュとヘアゴム、これ普通のゴムですね、を作っていきます。じゃあちょっと軽く遅れ毛を残します。遅れ毛はだいたいこの辺の皮周りのやつと、この耳の前あたりからなんとなく取るって感じです。で、これはゆるっとなんで、まあ、ブラシ途中でさっき使うって言ったんですけど、なんか最初のこの辺まとまりづらい時に使う程度で、あとは基本手ぐしでできる部分はやっていきます。もうこの辺まで来たらね、手ぐしでいっちゃった方がいいと思います。高めのポニーテールをするっていう感じのイメージでもう団子をするので、結ぶところは結構高めでいいかなと思いますね。この辺かな、こんな感じで結びます。あのお団子も本当にすごいね、簡単なんですよ意外と。これで来たらここで一回こうやってやるだけなんですよね、本当に。で、ちょっと引っ張りながら
この辺をねゆるっとさせていくっていうだけなんですよ本当に。ただそれだけ。とこの辺引っ張ったり。はい。こんな感じでした。で少しアホ毛を抑えます。で軽くおくれ毛でも巻こうかな。巻くというか揃えるというか、うん、本当にめっちゃ簡単。ただ最後の余りでキュッて髪の毛止めて、でこの余ってる部分は、まあ、さっき外跳ねしてたんでね、若干インこんな感じなんですけど、ちょっとバサつきが出る感じの、巻いてもいいし巻いてもいいと思うし、そんな髪の毛が可愛いなと思います。この辺はちょっとね、そんな巻くってよりかは大人っぽくもしたいので、ちょっとストレートアイロンに整えるぐらい程度で、はい、こんな感じです。できました。終わり。あ、でヘアピンつけない。じゃあ2個つけていきますね。まずこの辺に1個。できた。はい、できました。終わり。はい、ということで2パターンやってきたんですけど、両方ともね結構ヘアピン使ったりカチューシャ使ったりで、もうなんか簡単すぎて本当になんかそんな説明という説明ができなかったような気もするんですけど、でも本当にこの動画を見てなんかなんとなく一緒にやっていただけたらできるヘアアレンジだと思うので、皆さんもぜひやってみてください。おうち時間にぜひぜひ。それではバイバーイ。